鹿本教授です。最近ですね、だいぶ前に挙げたハイブリッド車4車種のエンジンとモーターの音の比較のですね動画がバズっておりまして、大体1日ですね5000回ぐらい再生、されておりまして、まあいろいろですねコメントを最近いただいております。で、まあそのねコメントを結構参考になってて、やっぱりねハイブリッド車はどうなのっていうね、否定的なご意見も、まあ、結構あります。やっぱりね、車って言ったらエンジンでしょっていう方も多いと思うんで、まあ、モーターの音っていうのはいやこれは自分は嫌いだなっていうご意見も結構あるんですけど、ただね、まあ、全体的にはやっぱり割と肯定的なねご意見の方が多いんですよね。でそれはまあ私のねチャンネルが、まあ、結構回生ブレーキっていうのが一つのねキーワードでやってますし、まあ、見てる視聴者の方のね層っていうのがまあ当然電車寄りだから肯定的な意見が多いっていうのはまあわかるんですけれども、ただねそれでもやっぱ思った以上に結構車のファンの方って新しいもの、まあ要はハイブリッド車とかね EV っていうのはまあ新しいもので、結構モーターの音とかっていうのもまああんまり10年以上前、まあ20年前とかにはほとんどなかった概念なんで、そういったものに関して結構、受け入れやる受け入れて、くださる方が結構多いのかなっていうふうに思いますね。で、なんでそう思うかっていうと、これね、鉄道ファンだと、結構ね、まあ、私自身も鉄道ファンだし、まあ多くの鉄道ファンをね、見てますから、まあそういう私自身一人の鉄オタとして言うと、結構鉄道ファンっていうのはね、古いものにこだわるんですよ。で、まあまさに私自身の性格も結構それなんですけど、やっぱりね、自分が生まれ育ったとか幼少期とか、まあ、中学生とか高校生とかね、その頃のに使ってた電車とかね、まあ、あるいはもっと幼少期の本当に、まあ、物心ついた頃に乗ってた電車とかっていうのはすごい愛着が湧いて、大体ね、まあ、鉄道ファンっていうのはそういうやっぱり自分が子供の頃とかに、ね、接してきた車両っていうのを一生好きになるっていうかね、一生そういう車両を愛し続けるみたいなところで、まあ、とにかく鉄道ファンってね、その新車が出た時よりもそういう引退の時のノイズのが大きいんですよね。で、まあ、それはさっき言ったようにやっぱ鉄道ファンって古いものが好きなんですよ。でなぜかっていうと、まあやっぱ鉄道っていうのは長い間運行されるからね、まあ、車と比べてもやっぱりちょっとねその古い車両より長く使うって思考が強いんですよね。まあ、車そうだな、だからそこら辺がね結構車好きの人と鉄道ファンとの違いかなって最近思ってまして、まあ、車好きの人って、まあ、モータージャーナリストの方とか見てると結構ね古い車、もちろん古い車もすごい好きだったなとかって思い出話はありますけど、でもなんだかんだ言って結構新しい車を皆さんね持ってますよね。で、まあ、もちろんモータージャーナリストとかだと新しい情報をお伝えするっていうね、まあ、使命があるんで、まあその研究目的としてね、まあ、情報を皆さんに提供するっていう意味で新しい車にいろいろ乗ってるっていうね、複数台所有してるっていう、まあ、ゴミさんとか、まあ、川口真奈さんとかね、まあ、あるかもしれないんですけど、でもまあそうですね、あんまりその古い車両を30年とかね40年前の車をずっと乗り続けてるっていう人って、まあ、いらっしゃるはいらっしゃると思うんだけど、まあ、あんまりいないのかなっていうか、なんか割と新しいものに対して結構貪欲なんですよね、その車好きの方ってね、っていう風に私は思うんですよ。まあちょっとこれ違うというんであればそれはぜひねコメントいただきたいんですけど、まあもちろんね違うっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあでも結構古い車をずっと長く使うっていうのは、まあ車だと結構少数派なのかなっていう風に思いますね。まあもちろんそれは税金の面とかね、いろいろお金がかかるっていうところで、まああると思うんだけど、まあでもそうだな、まあ、ミニカーとかだとその辺はあれかな、まあ、古い車をこう集めてるとかってあるかもしれない、やっぱ実車だからってのもあるか、やっぱ車だと実車を所有できるから、その実車を所有するって考えた時にやっぱり、古い車を所有してるといろいろ税金かかったりとかね、燃費悪かったりするから、まあ、新しいの乗り換えるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、それ結構大きいかな。まあ、鉄道の場合は実車を所有するっていうのはなかなかできないんで、基本的にやっぱり、まあ、模型とかグッズとかを集めてるってなるんで、そうすると結構古い車両のグッズとか、まあ、模型とかが好きっていう人が結構多いんですよね。うん、だからその新しい車両ってね、あんまり鉄道
ファンってあの食いつかないっていうか、新車が出ましたっていう、その新車出たぞって言って、そんなに皆さんね、あんまり盛り上がらないんですよ。まあもちろん多少は盛り上がるけど、あんまり、そうですね、やっぱ車とかってその辺すごい盛り上がるじゃないですか。まあそれはもちろん皆さんが購入できるからっていうのが大きいと思うんですけど、まあとにかくその新車に対しての盛り上がり方っていうのがやっぱ鉄道と車で大きく違う。で、それさっき言ったようにもやっぱり買えるか買えないかっていうところで、ね、鉄道はまあちょっと身近だと言ってもやっぱ自分自身が所有できるわけじゃないっていうところで、まああるかもしれないんだけど、車の場合はやっぱ所有できるってところで、じゃあ新しい車を買おうっていうふうになるのかなと思うんですけど、まあとにかく結構その鉄道ファンと車好きの方って結構ね、その新しいものに対してのまあ受け入れる新しいものを受け入れるスタンスっていうのがちょっとね、車好きの人がより結構貪欲に新しいものに関して受け入れようっていうのがあるのかなっていうふうに思います。で、まあ、最初の話に戻りますけど、モーターオンに関してもやっぱりね、だから例えば鉄道ファンなんかだと、その新しい車両のモーターオンとかってあんまりね、まあ正直あんま面白くない、その音質的にねちょっと面白みがないっていうのもあるんだけど、多分そんなにバズる要素がないんだけど、でも車に関してはやっぱりそこら辺がね、あれだけちょっと、まあ、バズってるってことで、結構だから新しいものに関して、まあ、バズってるっていうか、その結構好印象を持ってる方がね、まあ多分鉄道好きではないだろうなっていう方でも結構、まあ、モーターも面白いねっていうふうに言ってる方が多いように思うんで、まあ、それはさっき言ったようにね、まあ、私のチャンネル結構回線ブレーキとか、まあ、鉄道ファン寄りの人が多いからっていうのもあると思うんだけど、でもなんか車のファンの方、車好きの方ってやっぱりそういう新しいものをどんどん求めていく貪欲さみたいなところですね。だからもしかしたらその本当の車好きじゃないのかもしれない、まあ、本当の車好きだと結構古い車をね長く使ってたりとかってする方もいると思うんで、そういう意味では本当の車好きじゃなくて、なんとなく車好きっていうか、まあ日常的によく使うからっていうもありますし、まあでもとにかくその新しいものに関しての、まあ、新しいもの好きの方って言ってもいいのかな、新しいもの好きの方の割合が結構車のユーザーって多いのかなっていうふうに思いました。まあ、率直なですね、皆さんのご意見を今後もいただければなというふうに思いますし、まあ、私はそれで結構勉強になってますよということで、ありがとうございますということは思っております。はい、ということで今回ですね、まあ、車好きの方と鉄道ファンとでのですね、ちょっと興味の指向性の違いみたいな話をですねさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。